皆様こんにちは。本日はですね、以前ご紹介したこの JAF メイト8月9月号のですね、労働サービスの状況が載っかっているこのページを使ってですね、この1位のですね、過放電バッテリーのことについてお送りしたと思うんですが、本日はですね、この第2位のタイヤパンクというですね、こちらもこちらで結構高速道路も一般道もですね、多いでございますね。こう二輪車もこのようにタイヤのパンクがですね、上位を占めているということでございまして、この高速道路に至ってはですね、特に1位がもうタイヤのパンクなんですね。でございますので、本日はちょっとこのタイヤのパンクについてですね、お送りしたいと思いますが、基本的にタイヤのパンクというのはですね、何かが刺さって空気が抜けてしまったらですね、終わりでございますので、もう単純でございますよね。あとは最近は応急処置用のタイヤもなくなりつつあって、こうガスとね、液体で穴を一時的に埋めるタイプのね、ものがございますけれども、あとランフラットタイヤですかね。あれ普及率どうなんですかね、ランフラットってね。空気が抜けてもね、お中にゴムがこうベルトのように入っておりますので、そのまま走ってですね、整備工場まで行けるというタイヤでございますが、皆さんどうですか、ランフラット履いてらっしゃる方って結構いらっしゃるんですかね。今どうなんでしょうか、普及率っていうのはね、私ちょっと分かっておりませんが、でこのタイヤのパンクっていうのは結局は高速道路で、タイヤが古いという場合と、それから高速で走るがゆえにこうなんかね、尖ったものがブスッと刺さってですね、あっという間に空気が抜けてしまうっていうね。あとどうでしょうか、スローパンクチャーとかね、そういうような場合もあるんでしょうかね。この辺ははっきりいたしませんが、でこの上位を占めているね、3つっていうのがですね、実はですね、どうやらアメリカでも同じことみたいなんですね。でいつもですね、ご視聴いただいてる方でコメントいただく方がいらっしゃって、でその方がずっとアメリカにお住まいの方でございますので、ちょっと聞いてみたんですが、実際ですね、全く同じらしいんですね。アメリカの JAF みたいなのは AAA という組織みたいなんですが、日本でもですね、アメリカでも事情は同じということで、しっかりとですね、英語の堪能な方にお調べいただいたので、かなりね、正確な情報だと思いますので、JPN さん、ありがとうございました。この場を借りてね、お礼申し上げます。はい、ということで、今回はですね、アメリカのデータと比較して JAF のデータもやはり似ていたと、似ていたというよりも酷似していたということでございますので、今回はですね、ちょっとタイヤについてね、やってみたいと思いますが、で本日はですね、ちょっと単純にですね、タイヤの空気圧なんかをですね、やってみようかななんて思ってて、でタイヤの空気圧っていうとですね、当たり前ですが、皆さんね、ガソリンスタンドとかでね、入れていただいたりとかしてると思うんですが、最近ガソリンスタンドというのもですね、だんだんと少なくなってきてると、少しずつ少しずつね、減ってるみたいで、あれ、ここにガソリンスタンドあったはずなのになっていうケースが結構ございますよね。で、そういう時代でございますので、昔みたいに、気軽にですね、セルフみたいなところだと、人がね、いないわけではないんでしょうが、ちょっと空気入れてくんないってね、簡単に言えなくなってきてるようなね、時代のような気がいたしておりますが、いかがでしょうか。で、空気はね、もう簡単にどこでも、その手のところだったら入れていただけるはずなんでございますけども、いろんなね、製品がございますけどもね、今回ご紹介するのは、こういう
まあ、ご紹介というかですね、昔私が買ったものなんですけど、実はね、これね、まだね、売ってて、でね、これ1000円くらいで買えるんですね。ぶっちゃけ。で、すごい息の長い商品だったみたいで、で、これなんでこれをご紹介するかっていうとですね、すごくね、小さいんですよ。これね、大きさ比べていただくとね、これ、いつもおなじみの激ヤバガラスクリーナーでございますがね、ガラスクリーナーの大きさと比較していただくとね、まあ、こんな感じなんでございますよ。こんな感じで。この方が分かりやすいですかね。まあ、こんな感じでございますね。で、すごくね、ちっちゃいんですね、すごく。で、邪魔にならなくてね。で、このちっちゃいケースの中に、さらにまあこういう形でですね、ホースと、それからケーブルが収納できるようになってて、作りはね、もう本当に安いので、もう大したことなくて、普通のこういう四角いね、箱の形してるんですが、値段がね、めちゃくちゃ安くて、でね、このメーターがですね、意外にもね、すごく正確なんですよ、これ。このメーターがね、正確であるっていうのはね、やっぱりちょっと嬉しいもんですからね。空気圧計の代わりにもね、なんか使っちゃったりして、意外にもね、結構使えるんですね。で、今回はですね、この多分ネットで買ってもおそらくもうめちゃくちゃ安いので、業界最安かもしれません、これ。ちょっとね、その辺ははっきりしたことが言えないので申し訳ないんですが、とにかく激安なんですね、これ。でございますので、まあ、今回はですね、まあ、これをね、ご紹介するというよりかは、一体、この手の小型のですね、空気を入れるコンプレッサーが、一体どんな風にね、作られてるのかっていうのをね、ちょっと見てみたいと思います。中を開けるということをやろうかと思ってるんですけども、こちらにもね、書いてある通り、空気をね、まあ、空気圧がね、低いと燃費もね、悪いですよと。まあ、これもよく言われてる話でございますので、まあ、タイヤの空気圧のですね、管理をまめにやっていただくと、まあ、先ほどの JAF さんのデータで、タイヤのね、パンク何かが刺さったりしてね、空気圧がね、割と低かったり、空気圧がね、異常に下がってたりすると、そういう硬いものを拾っちゃったりしてね、パンクするケースもございますので、まあ、ご自宅で手軽にですね、まあ、空気を管理していただくには、ひょっとしたらこれで、ね、役に立つのかなと思ってですね、今回はちょっとだけ、まあ、この手のね、ものをご紹介しようと思ってます。で、この能力をね、見ていただくとね、こんな小型でも力があるもんですから、何かとね、便利だと思います。ご自宅でね、昔は空気入れってね、細長いね、チュポチュポやるやつ、あれなんかございましたけど、今の時代は自転車とかでもですね、電動自転車に変わってまいりましたので、結構ね、自動車代わりになる自転車っていう感じで、電動自転車は非常に便利でございますので、ご所有の方もね、多いかと思われますので、空気入れる時にも、主婦の方ですとね、女性の方ですとあれも大変でございますので、こういうのが1個あると簡単に空気がね、入れることができますので、本日はですね、一度この手の小型の、それもとても安いポンプがどんな風に、どれぐらいの能力がね、あるかっていうのはね、見てみたいと思います。はい。で、今こちらをですね、分解してみましたが、こんな構造になってるんですね、これ。ここにね、ピストンがあるんですよ、ピストンが。で、まあ、モーターが回るとですね、こんな感じで、ピストンが上下運動してですね、圧力を作るわけですね。まあ、意外にね、この金属のものでできてて、まあ、これも、いずれ、潤滑いるんじゃないかって気がしますけどね、これ。まあ、もう私のやつは使い込んでおりますので、結構ね、これ錆びちゃったりとかね、しておりますが、もう駆動は、これね、
電動ラジコンとかをね、やってらっしゃった方はね、これすぐわかると思いますけどね、この真淵の540モーターだったかな、とかね、そんな感じのあのモーターですね。今これかなりモーターも空気を送るという役割でね、考えればトルクとかが強くなってるんでしょうね。12ボルトでね、自動車のバッテリーにつなげるとかなりの力が出るんだと思いますが、まあこんな感じでですね、これまあ実際動いてるところをお見せしたいところなんですが、何せ安い商品なので、もうこの時点で非常にですね、ぐらついているので、多分ちょっと飛び散ってしまうような気がしないでもないのでございますが、ちょっと無理かな、これ。動かすとね、暴れてね、大変なことになりそうでございますので、まあこんな感じで、まあ手動でですね、動かしてみてですね、イメージをつかんでいただくといいかと思われますが、まあこんな感じですよ。なのでね、もう結構ね、しっかりね、これ作られてますので、まあ、どれぐらい持つかって言われるとね、私ね、ちょこちょこ使って、5年ぐらい使って、何年かな？ 4 年ぐらい使ってたかな、これね。まあ、小ささに惹かれてですね、これはちょっと買ってみて、どれぐらいの能力があるんだろうということで、使ってみたんですが、まあ、ちょこちょこ使ってね、結構、トラブルなく使えてるので、まあ、そこそこの耐久性はあると思いますが、いかせんこういう構造でございますので、いずれは壊れる可能性はございますので、まあ、大体これぐらいの値段のものには、この手のですね、モーターとピストンが入ってるんだよということをご記憶いただいてですね、今後ですね、まあ、こんなんでこれぐらいの能力があるから、もうちょっと高いやつだったらね、もうちょっといいんじゃないかとかね、そういうような指針にしていただくとね、いいかもしれません。まあ、このぐらいのですね、空気入れを使うと実際どれぐらいで入っていくのかというのをやってみたいと思いますが、現状ですね、今これ130ぐらい入ってますね。で、この今オートバイのね、250cc クラスのオートバイの空気圧っていうのがマニュアルによるとですね、175から、まあ、2人乗車の時で200入れるということになってますので、実際分かりやすいので、どうでしょうか。200入れてみましょうかね。じゃあ、スイッチをオンにいたしますので。すごい音がするわけですよね、これね。すごい音でしょ。これね、バイクぐらいだったら、どうでしょうか、これ15秒ぐらいで、もう200パスカルのね、いってしまいますね。200キロパスカルですか。まあ、200キロパスカルぐらいですね。これぐらいのもんですね。実際に大したことはないですね。まあ、バイクとか自転車だとね、このクラスのポンプでもですね、十分簡単に入れることができますね。それではですね、今度は自動車のね、タイヤに空気入れてみたいと思います。これ今装着状態でなくてね、フリーの状態で地べたに置いて入れてみたいと思いますが、現状はですね、200キロパスカル欲しいところでございますが、今現状は140ぐらいになってますね。で、これが大体どれぐらいで入るかと。で、自動車のやつをやるときはですね、やっぱり当然ながらシガライターから電源取ってる関係でエンジンかけていただいた方がね、パワフルにね、このコンプレッサーも動きますので、実際にはどうでしょうか。という感じでございますね。やっぱり自動車のタイヤはですね、時間かかりますのでね、まあ、大体これぐらいのポンプで、自動車はこれぐらいの時間がかかりますよということだけ覚えておいていただくと、今後ですね、商品を選ぶ際に、まあ、能力のね、数字を見ていただいて、比較していただくとね、いいかと思われます。
ということで本日はですね、まあガソリンスタンドがですねだんだんと少なくなってって、空気圧のチェックもですね昔よりもちょっと回数ができなくなってるっていうねケースもございますので、まあ今回は非常にお安いこの空気入れをですね、電動ポンプですかをご紹介いたしましたが、まあこんなんでねかなりチェックはねできて、ちょっとしたチャージもできますので、まあ、これぐらいのお値段で自転車バイクだったらあっという間に入りますので、自動車になるとねちょっとやっぱり少しだけねこのぐらいのクラスだと時間がかかるというですね目安にしていただいて、もうちょっと大きいですねサイズのものをご購入いただいてもいいのではないかっていう気がいたします。はい、ということで本日はですねこんなに激安でもちゃんと空気が入るということで、非常にお安いですねこのタイヤの空気圧をですね調整するコンプレッサーをご紹介いたしました。ありがとうございました。